平野省の衝撃フライング。有明アリーナが完成に包まれた瞬間とは、世界レベルの演出。ナンバーアンダーラインアイの有明アリーナ公演で見せた驚異の技術。2024年6月18日、有明アリーナで開催されたナンバーアンダーラインアイのコンサートは、ファンにとってまさに夢のような体験でした。コンサートは2回の公演が行われ、 午後1時30分と午後6時の公演ともに、圧巻のフライングアクトや新曲の初披露がありました。ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔のフライングパフォーマンスは、まるで空を飛ぶような優雅さと力強さがあり、観客を圧倒しました。彼の着地の瞬間、微動だにせず次のラップパートに移るその姿は、まさにプロフェッショナルの極みでした。翔のフライングアクトは、 以前の事務所での経験が活かされたものであり、ファンからは絶賛の声が上がりました。コンサートのセットリストには、OK コンプレックスフジーポンなどの楽曲が含まれ、ジーテは新しいアカペララップが披露されました。この新曲の発表はファンにとって大きな驚きと喜びとなり、会場は熱気に包まれました。また、ファンネームが初めて明らかにされた瞬間もあり、ファンとの絆がさらに深まりました。 ファンは最初の3曲の間、写真やビデオを撮影することが許可され、インスタグラムやツイッターなどのソーシャルメディアでの宣伝が行われました。このエンゲージメント戦略は非常に効果的で、コンサートの盛り上がりをさらに加速させました。特別なパフォーマンスもいくつかありました。平野によるダンス演出や、レオ社員での声意チェンジ、プロカバーでの女性ダンサーを巻き込んだ魅惑的なパフォーマンスなど、 どれも観客の目を釘付け気にしましまたこれらの演出はナンンバーアンダーアダインアイのクリエイティブな才能とエネルギッシュなパフォーマンスを見事に表現していましたコンサートの最後にはアンコールとして夢の続きが披露され観客の感動は最高潮に達しましたアーティストたちはその後のショーのアンコールのセットリストが変更される可能性があることを示唆し ファンにソーシャルメディアを通じて常に最新情報を入手するよう促しました。このような細やかなファンサービスは、ファンとのつながりを強化し、彼らの期待をさらに高めました。コンサートの後、ファンは SNS でその感動をシェアし合いました。平野翔のフライングパフォーマンスについては、見ているこちらが怖がりチキンなのかもしれませんが、どうかできる限りの安全第一パフォーマンスとしてください。3人大好き。 とても大切とのコメントが寄せられ、ファンの間で安全への配慮が叫ばれました。さらに、ショーチャングルグルフライングの後着地すぐ降りてもフラットもせず歩いてすぐラップ挨拶。かっこよとその技術とプロフェッショナリズムに感嘆する声も多くありました。ファンの中には久しぶりのフライング性で見たかったとの声もあり。 現場に参加できなかった人々も Amazon プライムでの配信を楽しみにしている様子がうかがえました実際「アマプラ楽しみです」早速の配信ありがとうございます嬉しいといった期待の声が多く寄せられていましたこれはファンの間でナンンバーーアダラインアイのライブパフォーマンスがいかに特別なものであるかを示す証拠ですコンサートの成功はメンバーの努力と才能の賜物であり ファンとのの強い絆を感じさせるものでした有明アリーナの動画見てもう完全ノックアウトされました好きすぎるといった熱烈なファンの声も多く彼らのパフォーマンスがどれだけ観客に影響を与えたかがよくわかりますさらに平野翔く君のくるくるすごく綺麗みんなびっくりだよね動画で見てるだけで感動的ですというコメントからも 彼のフライング技術がいかに高く評価されているかが明らかですナンンバーアンダーアダラインアイのコンサートは単なる音楽イベントではなくファンとの深い交流の場でもありますファンネームの発表やソーシャルメディアでのエンゲージメント戦略特別なパフォーマンスなどすべてがファンを喜ばせ彼らとの絆を深めるために工夫されていますこれは現在の音楽業界においても非常に重要な要素であり ナンバーアンダーラインアイの成功の一因となっていますまたコンサートの中でゴートのダンサーさんも皆一流の海外の方たちらしいですねといったコメントが寄せられパフォーマンスの質の高さが評価されましたこれによりナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスが国内外で高く評価されていることが分かります有明アリーナでの公演は平野紫のフライングパフォーマンスだけでなく 全体として非常に高度な演出が施されていました。西城秀樹さんの大阪球場みたいな派手なパフォーマンスとの声もあり、彼らのパフォーマンスが伝説的なアーティストに匹敵するものであることが示唆されました。また、エアリアルジムナスティクスっていうのね。前世では安全ベルト的なの、つけてなかったと思うといったコメントからも、彼らのパフォーマンスが進化していることがわかります。コンサートの詳細は、 観客にとって非常に重要です。午後1時30分と午後6時の2回の公演が行われ、圧巻のフライングアクトや新曲の初披露など、趣向を凝らしたステージパフォーマンスが印象的でした。セットリストのハイライトには、OK コンプレックスフジーポンなどが含まれ、藤井が新しいアカペララップを披露し、ファンの名前を明らかにしたことが特に注目されました。また、ファンの参加が許可され、 ソーシャルメディアを活用したプロモーション戦略が取られましたこれによりコンサートの盛り上がりがさらに加速しファンとのエンゲージメントが強化されました特別なパフォーマンスもいくつかあり平野によるダンス演出レオシャインでの誠意チェンジプロカバーでの女性ダンサーを巻き込んだ魅惑的なパフォーマンスなどがありましたアンコールとして夢の続きが披露され観客の感動は最高潮に達しました アーティストたちはその後のショーのアンコールのセットリストが変更される可能性があることを示唆し、ファンにソーシャルメディアを通じて常に最新情報を入手するよう促しました。このような細やかなファンサービスは、ファンとのつながりを強化し、彼らの期待をさらに高めました。コンサート後、ファンは SNS でその感動をシェアし合いました。平野翔のフライングパフォーマンスについては、 見ているこちらが怖がりチキンなのかもしれませんがどうかできる限りの安全第一パフォーマンスとしてください「3人大好きとても大切」とのコメントが寄せられファンの間で安全への配慮が叫ばれましたまた「しょうちゃんぐるぐるフライング」の後、着地すぐ降りてもフラットもせず歩いてすぐラップ挨拶かっこよとその技術とプロフェッショナリズムに感嘆する声も多くありました ファンの中には、久しぶりのフライング製で見たかった、との声もあり、現場に参加できなかった人々も、アマゾンプライムでの配信を楽しみにしている様子がうかがえました。実際、アマプラ楽しみです、早速の配信ありがとうございます、嬉しいといった期待の声が多く寄せられていました。これは、ファンの間でナンバーアンダーラインアイのライブパフォーマンスがいかに特別なものであるかを示す証拠です。 コンサートの成功は、メンバーの努力と才能の賜物であり、ファンとの強い絆を感じさせるものでした。有明アリーナの動画見て、もう完全ノックアウトされました好きすぎるといった熱烈なファンの声も多く、彼らのパフォーマンスがどれだけ観客に影響を与えたかがよくわかります。さらに、平野翔くんのくるくるすごく綺麗。みんなびっくりだよね。動画で見てるだけで感動的です。 というコメントからも、彼のフライング技術がいかに高く評価されているかが明らかです。